旧外地の自治体化では、大日本帝国の外地であった、カラフト、朝鮮、台湾、関東州、南洋群島において制定されていた、不可、州下、町下や市町村下等の自治体化について解説する。現在これらの楽曲はすべて、制定主体の政府機関、自治体の廃止に伴い公的な自治体化としては、執行している。日本統治時代の朝鮮において、 朝鮮総督府の付加制定は確認されていないが、新興朝鮮の歌や広告制限下などの推薦、選定を行っていた。府は内地や台湾の市に相当する。台湾の五州3町では日本の県民下に相当する州下が一部の州で制定されていた。現在の台中市では台中市しかが制定されている。現在の高雄市では高雄市しかが制定されている。 現在のキールン市では、キールン市主化が制定されている。関東都督府及び関東庁、関東州庁による州化制定は確認されていない。現在の中華人民共和国領年賞大連市が制定している大連市化とは同盟医局である。近市前、植民地朝鮮における中東音楽教育と教員の実態、P43 手4。 日本植民地時代のテグの歌の考察、台北集歌、鹿。ありがとうございます。